お侍は、江戸時代前期の長州藩士、吉川博家の次男。はじめは、吉見氏の婿養子として、家督を相続し、吉見正春と名乗った。後に、毛利聖に服し、一門画老である、王の毛利家の祖となる。慶長十二年、初代岩国領主、吉川博家の次男として誕生。陽名は、彦次郎。慶長九年に、 もう年家家臣で、吉見家当主、吉見広長が、もう年家に反抗し出奔しており、吉見広長の父かつ、先代当主で隠居中の吉見広次来は、吉見家が断絶することを憂いたため、福原広都氏の圧戦もあって、慶長17年12月に彦次郎が、高来の御女と婚姻して、 婿養子となって、吉見正春と名乗り、吉見家の家督と、高来の隠居領であった1139国を、相続した。長州藩書大藩主、毛利秀成より、相国熊毛軍を与えられた。後に、毛利政に複製し、秀成より返記を受けて、毛利州来と名乗った。官営14年、一門。 毛利元法と共に下半役となり、国も取るす役として反省に参画する。慶安四年財政再建のために、実刑、吉川広政の援助を受けて、平尾改作を行う。吉川家から派遣された王道中衛門を武行として、工事を成し遂げた。遠方四年七月十七日、死去。子孫は、長州藩一門が老王の毛利家として、 幕末まで存続している。現在の山口県熊毛郡平尾町。なお、吉川広家の子孫で、毛利生を名乗ることを許されたのは、お侍のみである。ありがとうございます。